プロ野球開幕から1ヶ月、早くも甲子園プレーはワンサカー。ホークスへの愛を全力放出。行くぞ4月のファンタスティックプレー。怪我で戦列を離れても野球は明るく楽しく。はい、すいません。帰ってきた大黒柱にファンタスティック。さあ、新リードオフマンの三森、プロ6年目で待望の初ホームラン。普段はクールな三森が喜び爆発。今度は足で見せる。走った、相手のモーションを完璧に盗むファンタスティックスチール。余裕です。はいはい、お次は守備でファンタスティック。細かいプレーも見逃さない。セーフの判定に軍師三森がリクエストを要求。スローで見てみると、足が離れてる。判定はアウト。あっぱれ軍師様。前進守備をかいくぐってホームへ。これが勇の神走塁。速い、速すぎるよ勇ちゃん。守備ではこれ、くーファンタスティック。メジャー仕込みのガルビスは前進前進ジャンピングソー。練習ではイージーすぎたのかあくびポーズ。お茶目な一面もガルちゃんの魅力。一方、バッティングはちょっぴり元気なし。金のバットを授かると、ゴシゴシゴリラクカモ。頭にも、来てます来てますよ。おまじないの効果は、高野祭典のユニフォームがお披露目。千賀に思い出を聞いてみると、いや、特に、はい、ないっすねと言いつつ、プロ唯一のセーブ挙げられてるの高野祭典でしたね。ああ、そうだ、それを話します。よろしくお願いします。紫色のユニフォームですかね、多分その時にセーブをさせてもらったので、すごい印象があります。プロ3年目の2013年、自身唯一のセーブを挙げたのが高野祭典。あれから9年、今やホークスの絶対的エース。進化を続ける千賀にファンタスティック。ちなみにメジャーを意識してか、バッティングフォームもド迫力。千賀の相棒甲斐は北九州と相性抜群。実はこの試合だけでも3つの珍プレーが。さあ、三塁ランナー甲斐、挟まれた、逃げる、まだ逃げる、頑張れ、もう少しだ。バテバテだけど大丈夫そう。今度は一塁、甲斐は二塁蹴って三塁を狙う。
足を閉じなさいって。すんません。一方守備ではファウルチップが自慢の足を直撃。足はダメだって。チャームポイントなんだから。もうところ変わってペイペイドームでもチームプレー。追いかけて、必死に追いかけるも手につかない。さあ気を取り直して、カイキャノン。なんか変だぞ。実はこれサインミス。それでもとっさの反応でストライク送球。ファンタスティック。お次は同期入団の牧から。追いついてジャンピングスロー。マッチもよく取った。さらに大ジャン。軽すぎるぜ。今度は横飛び。スーパープレー連発のマッキーにファンタスティック。こちらも同い年中谷。どうした、危ない。一回こけて、またこけて、キャッチ。あいつ生まれたてなのか。鮮烈デビューを飾ったのは19歳田上。プロ初登板、初先発、堂々のピッチングで家族に恩返し。そんな感動的な試合の裏でハプニングが。ホークスシートの変更をお知らせいたします。レフトの中村晃がライト、ライトの柳町がレフト、5番ライト中村、7番レフト柳町、以上に変わります。逆逆、正解は中村晃がレフトに、柳町がライトに変更。早く訂正しないと。ホークスシートの変更をお知らせいたします。レフトの中村晃がライト、あちゃー、また違うよ。ちょっとちょっと大丈夫。あれまた逆かよ。俺言ったはずなんだけどな。ホークスシートの変更をお知らせいたします。ライトの中村晃がレフト、レフトの柳町がライト、以上に変わります。ようやく正解。よくできました。今度は打球の行方に注目。スローで見てみると、少年が小さなグラブでダイレクトキャッチ。未来のホークスは任せたよ。こちらもタフネス。史上9人目の通算150ホールドを達成した又吉。まさかのキャッチャー転向。まだホークスに来て数ヶ月なのに、すっかり馴染んでます。その秘訣がご存知、広報活動。驚くべきはこの日、グラシアルがまさかの盗塁を決めると、試合終了からたった4分で早速ツイッター更新。あまりの速さにファンからも大反響。本職西田広報に強敵出現。早すぎる仕事っぷりにファンタスティック。さあキューバコンビ、不調のグラシャルをモイネロがもみもみ。兄貴リラックスですよ、お願い。
かげだよ、ボイちゃん。そんなモイネのマウンドでは1分、一時奪三振率は20オーバー。でもマウンド降りるとやりたい放題。こちら3カメモイネロ。モイネロカメラマンが撮ったお宝映像。和田さんいいね、若いね。おい天下天下エッジダーン。ひとしきりカメラで遊んで、今度はバッティング。打つのは右なんだね、と思いきやスイッチヒッター。次は何する気だよ。え、右で投げてる。無限の可能性を秘めるモイネロにファンタスティック。以上、4月のファンタスティックプレー。大賞に選ばれるのは誰？